や国通りの南側にの木を連ねる、神田古書店街古書店街とは、古書店が集中している界隈を指す言葉。歴史ある大学の界隈には、規模の大小はあるものの何軒かの古書店が集まり、ささやかな古書店街を成していることが多い。すなわち、多くの古書店街は、学生街でもある。また、1980年代後半以降からは、地域おこしのブームによって形成されるケースが、 ヨーロッパで見られる。日本の代表的な古書店街には、世界でも最大規模と言われる神田古書店街、学術書専門店の多い本郷古書店街や、早稲田古書店街などがある。また、大阪府にある阪急古書の街は、阪急東方グループの創業者、小林十三の古書店街構想によって生まれたもので、企業主導による古書店街の先駆である。 神田神保町の古書店街では多くの店が北向きになっている。これは店頭の書籍が日焼けするのを防ぐためで古書店街の特徴となっている。イギリスの首都であるロンドンの代表的な古書店街にはチェアリングクロスロードや法番がある。その他にもチェアリングクロスロードと繋がったセシルコート古書を書くとした町おこしで作られた先駆的な事例で有名な平穏愛という 古書の聖地とも呼ばれる場所がある。スコットランドにあるウィグタウンも地域振興で計画的に本の街となった。古書店街、本の関連会社などが置かれ、ウィグタウンブックフェスティバルなどの大きなイベントも開催された。ブルガリア、スラベイコフ広場の露店、ありがとうございます。